はい、としきチャンネルのとしきです。本日もリックス純正の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで本日はオリックス純正オーダー発表2021年5月編をやっていきたいと思います。ということで早速オーダー画面へどうぞ。はい、ということで今回のオーダーはこのような感じとなっておりまして、チームスピリッツが 82,464 となっております。先月のオーダー発表の段階では 81,168 となっておりますので、約 1,300 ほどスピリッツアップに成功しております。ということで今月も戦力の上乗せに成功しております。今回は4月から5月にかけての変更点等を紹介していければと思うんですけれども、メンバーとしてはセンターの福本さんをベンチ外として新たに宗選手を入れております。宗選手はまだ超1なんですけれども、スピリッツ的には3443と福本さんよりも約200ほどスピリッツが上乗せできるということ で同じ総力型ということもあって、今回は宗さんを入れて試しているという状態でございます。スタメンに関しては前回超2だったジョーンズさんが極みになりましたので、このまま DH のスタメンで使っております。センターには糸井さんを入れて、ライトには吉田正尚さん、指名打者だったローズさんをレフトに置いて、今のようなオーダーとなっております。今後の予定としてはファーストピポイントクラブで自チームの S ランク契約書を早々に獲得しまして、そちらで当たった吉田正尚さんを育ててオーダー入りしていくという形になります。ただ吉田正尚さん、完全ミート型となっております。僕が使っている去年のアニバーサリーの正尚さんは称号チャレンジでパワー型にしてますので、まあ、実質、パワー型が1人減って超大胆不敵が発動しない状況になってしまうんですけれども、その分ですね、総力型の選手を多めに入れて大胆不敵と疾風陣雷をまあ同時発動することで、まあ、少しコンボ減少の緩和を行ってベースのスピリッツを200上げる作戦に出たいと考えております。足りなくなったパワー型は今後出ると期待しているロメロさん等で補っていければなと思っております。もしくは近々来るミキサーで若月さんとかが当たれば、そのまま総力型8人のオーダーに持っていくことも考えております。現在の打順はこんな感じ。バッティングが期待できる選手から順に置いております。5番に入っていた福本さんのところにそのままジョーンズさんを入れております。ちなみに現在超4の足立さんは A ランクが残り2枚あるので、極みになるかつ称号チャレンジができます。個人的な狙いとしてはもちろんパワーを C にして総力を A にする称号を狙っております。野手はこんな感じ。はい、次は投手となっております。投手に関しては山崎福也さんが極みになりました。あとは増井さんをベンチ外にして覚醒の山下俊平太投手を入れております。今後の予定としては一旦田島さんにも下がってもらって、漆原選手を今育ててますので、覚醒の漆原さんを入れます。で、覚醒の漆原さんをクローザーにして、ディクソンさんを先発ピッチャーに持っていく予定です。投手に関してはオール極みまであと少しとなっております。なんとかシリーズ1が終わるまでにはオール極みのオーダーを作りたいなと思っております。最後に総合値を見ていきます。チームスピリッツは先ほども言った通り、1300ほど上乗せができております。今回大きく変わったところは最大コンボ上昇量が前回の8313から9033に上がっております。これに関しては平均特訓レベルが大きく上がっておりまして、前回の平均特訓レベル 7.4 から今回 8.5 まで上乗せできております。能力チャートはこんな感じ。おそらく前回ミートが B に乗ってたんですけれども、福本さんがベンチ外、宗さんがベンチインしたことによってミートが B 割ってるんですけれども、おそらくこれに関しても特訓を上げることによって B に乗っていけるかなと思っております。はい、ということで今回のオーダー発表は以上でございます。エンディングへ行きましょう。はい、ということで今回はオリックス純正オーダー紹介2021年5月編をやっていきました。結構選手も入れ替わったり、特訓レベルが大きく上昇したり、この4月から5月っていうのは案外戦力が上乗せできたんじゃないかなと思っております。次の5月から6月にかけてなんですけれども、近々来るミキサー、そして TS の第2弾は確実に取りに行きますので、
大きなオーダーの変化が見られると思いますので、楽しみにしていただければと思います。ということで今回の動画は以上でございます。このチャンネルはオリックス純正殿堂入りを目指してオーダー強化を進めております。皆様から応援していただけると嬉しいです。さらに、サブチャンネルやっております。このチャンネルがメインチャンネルなんですけれども、このプロスピエース以外のことはサブチャンネルでやっております。歌を歌ったり、普通に商品紹介をしたりとか、とにかく、僕が、したいようなこと、まあ Vlog 的な感じで、ゆるゆるとやってるチャンネルになりますので、もし興味がある方がいましたらチャンネル登録してそちらも見ていただけると嬉しいです。ということで今日はこの辺で、バイバーイ。